第26代アメリカ合衆国大統領のセオドア・ルーズベルトの1回目の就任式は前任のウィリアム・マッキンリーの死の翌日の1901年9月14日土曜にニューヨーク州バッファローの641デラウェア・アベニューにあるアンスリー・ウィルコックステで行われた。これは史上5度目かつ20世紀最初の臨時の就任式であり、ルーズベルトの最初の大統領任期の始まりであった。 大統領就任先生は、ニューヨーク州西部地区連邦地方裁判所判事の、ジョン・アール・ヘイゼルにより取り行われた。1901年9月6日、ルーズベルト副大統領は、シャンプレーン湖で開かれたバーモント州魚類、狩猟連盟の昼食会に出席していたところ、マッキンリーが銃撃されたという知らせを聞いた。ルーズベルトはバッファローに駆けつけたが、マッキンリーの回復を確認すると、 彼は予定していたアディンドンダックのマーシーや前のキャンプとハイキング旅行へ家族と共に出かけた。銃撃事件から一週間後、ルーズベルトは山頂でマッキンリーが死の淵にあることを伝令から聞かされた。ルーズベルトは妻のイーディスと対応策を考え、バッファローでマッキンリーの死を待つことは望まなかった。ルーズベルトは何台もの駅馬車を乗り継いでノースクリーク駅に急いだ。 駅でルーズベルトはマッキンリーがその日の午前2時15分に亡くなったという電報を手渡された。ルーズベルトはノースクリークからバッファローまで列車で移動した。バッファローに到着したルーズベルトは1880年代初頭にニューヨーク州知事のグロバー・クリーブランドと共に公務員改革に密接に協力して以来の友人で著名な弁護士であるアンスリー・ウィルコックスの家に招かれた。 ルーイズベルトの先生が行われた、ウィルコックス邸の部屋の内部。9月14日午後3時、マッキンリー政権の閣僚である、エリフルート陸軍長官、ジョンディ・ロング海軍長官、フィランダー・シーノックス司法長官、イーサン・エ a ヒッチコック内務長官、チャールズ・エモリー・スミス郵政長官、ジェームズ・ウィルソン農務ーム長官が、ウィルコックス邸に到着した。さらに彼らに、ヘーゼル・ハンジ、 ニューヨーク州高所裁判所のアルバート・ハイト判事、チョーン・シー・デピュー上院議員らが同行した。ルーズベルトは図書館で非公式に彼らと会談し、さらに新聞記者も入れたが、写真撮影は禁じられた。そして、ルーズベルトは先生の準備はできているかという質問に、対し、私は先生する。そしてこの深く恐ろしい国家的な昇進の時に、愛する。 国の平和と名誉のために、マッキンリー大統領の政策を絶対に変えることなく、継続することが私の目的であると述べたいと思っていると答えた。彼の返答の後に、ヘーゼル判事は、宣誓を取り行った。上院議員のマーク・ハンナは、あの忌まわしいカウボーイが、大統領になってしまったと述べて、旧来の共和党員の多くが抱いていた不安を、表現した。ありがとうございます。